はい、懲役太郎です。関東某所某広域暴力団の事務所に潜入。ここに殺人事件があって死体があるということで入ってみました。あれ全然違うじゃん。これ何、どういうこと。これが AV とかエロ本を使って作ってる違法なやつをやってる現場なんですよね。あれどっかで見たことがあるな。フライデーだって。ちょっと真剣にやりすぎじゃないの。なんか結構うまいじゃん岸本くん。結構うまいじゃん。なんかさっきと打ち合わせと全然違うんだけど、できないって言ってたけど結構いけんじゃないの。まあそんな話はね、どうでも YouTube やった方がいいんじゃないか。そう、いやなんかアプロ系 YouTube。 確かに、あの報酬もらわなきゃいいんじゃないか。副業規制に副業にならなければ、ならない広告つけなければいけるんですかね。そうそう、結構ウケると思うけど。ちょっとね、その話はまあちょっと置いておいてですね、はいはい、実はちょっと今日来ていただいた本当の理由がありまして、はい、実はこの作品このままだと打ち切りになります。うん、コンプラに引っかかるとか。コンプラ的にってなんかよくこういうの断られるのを何回も慣れてる。違います、中木さん、違います、中木さん、違います、中木さん、違います。実はですね、あるミッションを課せられておりまして、はい、そのミッションというのがですね、フライデーの、サブスクリプションという有料版サイトがあるんですけど、サブちゃんじゃないです。サブちゃんじゃないです。サブちゃんじゃなくてサブスクリプションというものがありまして、まあ、有料版ですね。有料版に実は今この極道パラダイスを掲載させてもらってるんですけども、そこの、登録者数を1000人獲得して。親戚1000人もいないよ。そんななんか自爆営業とかじゃない。自爆営業とか身内を入れろとかではなく、1000人入れないと打ち切りだというのが上からの意思として降ってまいりましたので。誰の何の意思かはあれなんですけども、マイナンバーちょっとやめてください。ちょっとちょっとやめてください。もしかして変なバイトとか変なバイトとか変なバイトを登録してやろうとしてます。そういうのではなく、やはりこの漫画今すごく無料版の方ではいろいろ読まれているんですけども、7月からちょっと有料版の方もどんどんその話数が溜まってきて、でそちらいきなり金取るってことね。まあいきなり、まあ、なんちょっとなんか今いきなり、毎月なんとか契約ってダメになってるよね。なんかサプリメント買わせてなんか、ああいうやつ、いやなんかそういうわけ、ちゃんと合法な、ちゃんと合法なものなんですけど、まあ、そこにもどんどんこう話数を貯めて展開をしていくと。であとはうちのコミックデイズという媒体にも7月からは展開していくという中で、大きく外に出していきたいというところで、まあ、ただ出すだけでは、まあ、なんていうんですかね、勝手に出していただくと。どんどん出していただければ、私どもはもうなぜかやることはやっておりますので。中木さん、まだ足りないというのがある日降ってきて、欲しがり屋さんみたいな。ある日まだ足りないという声が僕の元に降ってきてですね。なので、まあ会社としてもいろいろ露出をしていきたいというところがあるので、まあ逆にやはりちょっといろいろこう宣伝なりをちょっと頑張っていただいて、目標として1000人。1000人登録したらなんか他にメリットとかなんかないですか。ないです。やれないよ。なんかないです。なんかずるくないですか。ちなみに1000人は具体的にいつからいつまで、今のところですね、7月の1日から、はい、7月の31日までの1ヶ月間で2026年ぐらいの人が、いや金出せってこと。そのサブスクっていう形がない電子的なものに金を出せってことだね。それいくら毎月、初回は99円
入ることができます、うん、はい、で初回次から、まあ、次からは、まあ、一応プランによって、はい、まあ、1000、まあ、500円ぐらいとかのものもあるかなという、なんか詐欺みたいな最初安くてなんか俺もやったぞ昔鈴木さんちょっとそことは本当に一緒で最初安くなんか会員登録してどんどんなんかうちとしては本当にあのそれぐらいこう力のあるコンテンツでお客様にも喜んでいただけると、であとはやはり、まあ、あのこのこう入り口にあのフライデーをこう支えるものの一つになってほしいというところで、そのサブスクリプションという新しく今うちがやろうとしている事業の、まあ、ところの一つ目標をやっていただきたいというのが、顧問弁護士それ正しいの？顧問弁護士大丈夫ですよね。弁護士さん、いろいろ紙が厳しい時代でして、はい、デジタルで稼いでいかないといけないというところもあるので、講談社側の弁護士さん、こっちの弁護士がいない。やはりちゃんとあのそういうところを味方につけた上で、あ、この話を我々は持ってきてるんだろ。バレましたか。1000人登録しなければ打ち切りって言ったんですけど、はい、逆に1000人登録したら打ち切られないってことですか？はい、そうですね、あのうちとしては、やはりそこを目標に、まあ、単行本とかはもちろん数値は今後出てはくるんですけど、勝負するポイントはそこだと、はい、いうふうに思ってるので、そこを達成していただきたい。それ宣伝すればいいじゃん、 CM とかで出すって。あのめっちゃ、ね、めっちゃなんか変な顔してる。他のなんか他の雑誌に CM 打ってもいいんだよ、来年デイズのスタバ続くとか。それ案件で、案件僕たちに何かないんですかね、うん、そのメリットというか報酬というか。大体42万3人で1円かける。そうですね、なるんだから43万円いただければ。正気太郎 の案件料ってあれなんですよ、あのチャンネル登録者数かける1円で43万円なんですよ。もちろん存じ存じ、はい、いただければ。だからちょうどそこで総裁ぐらいになるんだよ、99かける1000円っていくら、まあ、じゃあ30万ください。じゃあそれで一応ちょうどじゃないですか。まあ、ただあのフライデーの方も掲載料かなりお高くなっておりました。ああ、ごめん、怖えな。さすが、さすが弁護士さん、怖えな。呼んどいてよかった。そう来るかやっぱり。そこはね、もう言えなかった。お金のこと言えなかった。すげえな、税務署かな思ってた。でもあれですね、フライデーさんってグラビアのこと付き合いがあるんですね。そうだよね、まあ、だから、俺もう打ち合わせずっとしてるのに話が一回もなんか全然その話に、ここになんかいるならさ、なんか2人ぐらいも座って。そうですよ、もう1年ぐらいですかね。1年ぐらいやってるのに水着のビジョン一回も見てない。だからその話すらしない、なんかホラーの人しかいない。そういう人たち その出てるアイドルの人たちがなんか言ってくれますよとか、うん、なんかおかしくない？なんか全然同じクラスなのになんか席が全然違うみたいな。同じ1年 B 組なのに全然女子と喋れないっておかしくない？これじゃあ俺はさ、喋りたいわけじゃないよ、君たちのことを思ってさ。わかりました。じゃあそこまで言われるんであれば、もしその目標達成した、もし達成した暁にはグラビアと極道パラダイスのコラボを強く進言します。確定じゃない。それがさ、政治家、それがさ、実は政治家前に前向きに検討して、強く検討に検討を重ねたいと。政治家と弁護士。政治家と。なるほどね、思っております。なるほど。なので、まあ、ちょっと我々の方もこうもちろんあの達成していただいた暁には強く進言いたしますので、やはりこのなんとかこの目標を達成してこの危機を回避していただきたいなというふうに思っております。まとめると苦労して YouTube やって、ね、ある程度の地位を築き、漫画のとこまで俺だろうとやっていろいろやって、まあ、あの作画担当の、ね、方もこういうふうにやってここまで来て、で私たちはなんかやっぱり漫画を売るっていうか単行本までって言うけど、その前にフライデーを売ることを私が宣伝
寸取りしろっていうことですね、これさせていただくさせていただけるんだ、させていただける、させていただけるのね、すごい光栄ありがとうございますまあ言ったらさ、業界の山口組からもいらんってことちょっとあの特定の団体を出すのすみません、ね、そういうことだよね、山口組がダメだ、住吉かもっと東京だから怪しい、特定の団体を、はい、出すことはちょっと、まあ、そんな感じで、そこから私がなんか頼まれたっていうふうでいいのかなまあでも、そこまで大きくなれたっていう、まあ、これは、まあ、今文句みたいなこと言いましたけど、あの我々の今までの努力の懲役太郎ブランドの培って、いやお前ほど疲れてるだけじゃないのそれはちょっと分かってるんですよ分かるいや違う違うっていやでも本当にあのあれですよ、本当にお願いしますいやだからまあとにかく1000人の方にこの、まあ、1000人の方っていうか、そこが目標でサブスクのこの購入っていう、あのこれ現金書き留めて買うあのそれどういう買い方をすればいいか、基本的には、作品を読んでいただくとですね、うん、今のところの最後にあの続きを読みたければ、はい、サブスクリプションに出ますね、はい、登録してください、こちらですと、そうですね、そこにクレジットカードを登録していただいて、いや現役の人たち無理じゃんちょっと現役の人って何を指してるの何の現役の人たち無理じゃん、何の現役の人かちょっと何の現役の人かというのちょっと、いやでも 5年間も現役扱いなんで、現役じゃなくても刑務所も変えないじゃん、ちょっと現役、そうですね、ちょっとあんまりちょっとあのどこっていうのがあんまりよくわからないコメントが、まあ、そこで登録していただくと、あのもちろんあの特典はあの登録していただく方には他にもありまして、あのもちろん漫画が全て読めるっていうところもありますし、あの例えばグラビアが、フライデーに載っているもの、それから載っていない例えばムービーだったりとかアザーカットみたいなものも読めますし、それ見るの俺たちもサブスク登録してないと見れないよそういうことなんだね、だそういう特典もないよね、今までそういうなんかないよね、全然、まあ、まあ別にいいんだけど、なんかたまにこれ、俺は違うよ、記事になったやつでね、送られてきて見れる、うん、CD が入ってるね、DVD か、DVD か、でもそれは、デジタル版はそれをなんかアクセスすると見れるようになる、そうですね、はい、全て無料で見れますので、まあ、もちろん漫画も楽しんでいただけますし、他のものも楽しんでいただけるところがあります。で、クレジットカードを登録して、はい、っていうやり方、そうですね、はい、そうすればすぐ読めるようになります。カードだけなんでね、カードだけです、はい、そうすればハードめな、いつも見れないようなものが見れるみたいな、そうですね、あ、そうなんですね、はい、じゃあいいっすね一人まずは最初から99円、はい、2ヶ月目から1500円、ちょっとその時々のちょっとフェアみたいなものもあったりはするので、うんうん、あ、まあ、正確に1500円ってこれは1ヶ月だから、これ紙面が今これある620円が4週とすると、あ、はい、そういうことか、それぐらいってことだね、そうですね、うん、まあ、それよりはまあお安く、まあ、他のものも読めるし、そう、コンビニ行った方がいいよ、立ち読みがこれも疑問になってんの今やってます。ただあの女性のファンの方たちからはやっぱりあの雑誌買いにくい、はい、うん、でもデジタル版だったら、うん、っていうことと、まあ、あとはさ、これ言っちゃなんだけど、その私のコラム記事を充実してさ欲しいよね、あ、そうするとなんていうの、もうちょっとあの加工したかっこいい AI 生成とかで俺のできるじゃん、あんたたちプロでさやってよ、それをもうだって俺出ないんだから分かんないんだから、これが懲役太郎本人ね、ちょっと指が6本とかあるんですよ。そう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 。指切ってるんじゃなくて増えてる。だから胸が膨らんでる状態。うまいなこれ、俺もシャーと広いよ胸が。F カップ。そう、筋肉じゃない F カップの状態で。あれ位置が違う。ということで結局それぐらいだと別になんか高いわけでもない、当たり前の。そうですね。だから私たちのファンだと他になかなかっていうのはあるけど、やっぱりそうなる。ちょっともうちょっと充実してほしいな。そうですね、弁護先生精一杯頑張らせていただきますなのでちょっとぜひ高い目標ではあるんですけども、あのお願いできたらと思いますので、
ところでさ、俺さっきから気になってこの真ん中にいるこの外れの子だ俺たぶん誰だこれ殴り込みよ、僕もちょっと知らなくて僕も知らなくてあれ、あれ、なんあの、闇バイト暑いじゃん闇バイトは闇バイトの子をここには連れてこないです。欠かせ子ではないです。闇バイトで募集した漫画家闇バイトで漫画家を募集してないです。すげえねよ、それだけ。一撃で、でも一撃100万じゃないです。漫画描ける人も。あ、集まるかもしれない。新しいビジネス始めないでください、ここで。ね、あの作画の、はい、川端先生です。おっす、よろしくお願いします。川端洋二です。そうです。今回は川端博之君を、ね、博之先生を売り出したい、なんとか人事事務所に入れたい、そこは伏せるんですよそこは伏せるんだ。そうですね、もう本当に作画はすごい頑張ってくださっていて、俺が教えた通りやったもう俺が毎日こう違うぜ、川端こうだぜって言って教えてるのが上手くなってるよな。ありがとうございます。川端先生、違うときは違うと強いそうですね、これ分かんないんで、もっと目をキラキラさせてくれと知らないときで結構2人であ、そうですか、ありがたいです、うん、この間のトリックアートのあのグルグルのそんなのそれ何ですかそれ知らない、知らないですけどそれ僕も聞いたことない、どう見えるとかそうですね僕がそれ言われても薄い反応しかしないから電話したら昭和のテレクラぐらい早いんだよ。いや確かに早いんだ2回だった時もまあ遅いじゃねえかと思ったずーっと見てるんじゃないかっていうぐらい早いずっと書きながらもそこにスマホがあるの、うん、はい漫画描いてるのは違うやつ描いてるんじゃないかあの昔の友達に描かしてるんじゃないの漫画を漫画しか描いてないあの iPad を渡してさ何やってでもわ分かんないよね、やれるよねそれだって。いやもうゴーストライターし放題ですよ、漫画は別に、ね、分かんないもんね、だってもうこっちも誰に払ってるか分からないから正直確かに、確かにそうっすね。なんか定期的に闇バイトのところに払わないといけないちょっと変な疑惑持たれるの本当に懲役さんの漫画闇バイトを書いてるらしいよ。これでヤフーニュースで講談社闇バイトに入金のほうが講談社って書いてるもうまとめて大丈夫ですか。もうまとめて大丈夫、まとめて大丈夫ですよ多分そろそろ、うん、僕がまとめた方がいいですかね。お願いします。じゃあ一撃100万ということで違います違います。なのでちょっと整理しますと、はい、今日お呼びしたのは7月の1日から31日までの1ヶ月間サブスクリプションの登録を1000人、この作品を読んでいただいてそしたら出てきますので、サブスクだったらもっと見れます、サブスクだったら全て見れますというのが出ますので、そこに基本的にはそこを経由で登録していただけると、なおありがたいというところがあるので、そこ経由しないとこの1000人カウントされないっていう、そうです、この作品で1000人いったのかどうかちょっとカウントされないので、ちょっと手間なんですけども、フライデーのそのフライデーの、はい、フライデーデジタルという無料のサイトの、極道パラダイス読んでいただくと必ずサブスクリプションで全て見れますというアナウンス出てきますので、うん、なのでちょっとその1000人登録ミッションというものをぜひやっていただければというふうに思いますので、ご協力の方どうぞよろしくお願いいたします。あなたたちも入れる顔いいんだよよろしくお願いしますあと998人あれよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。エンディング動画中の宣伝失礼いたします。私どもがフライデーデジタルで連載をしているヤクザ漫画、極パラ、皆さん、極道パラダイスね、皆さん読んでいただいているでしょうか。概要欄のリンクから読むことができますので、気になる方はぜひ一読ください。しかし、実は現在、この極道パラダイスは連載が始まって早々、なんと、もうね、すでに打ち切りの危機が訪れております。ひどいね。それは、講談社、あの講談社フライデーより、2023年7月1日から7月31日まで、サブスク登録、1000人を達成しろ。できなければ、連載を打ち切りだと。悪魔のようなお達しが来ているわけですよ。もうというね、もう本当に理不尽極まりない。これをどこに私どもは訴え出ればいいのか。パワハラミッションをこんなひどいものを課せられているわけですよ。なのでぜひとも皆さんね、助けてください。ご協力を願いたい。ただし、ただでね、お願いするってことはちょっとできない。本当に。これは本当申し訳ない。ということで、期間中にサブスク登録をしたという方に、プレゼント企画を行います。極道
パラダイス、作画の川田先生が書いた懲役太郎のポストカード、これねよく書けてるんですよ。これあの変な話、私をっていう言い方は、私がこれ編集部にいる時に川田くんが写真を撮ってそれを元にしてあの書いてるんでね、私のがなんか中の中身の私に近いということなんですね。はい、極道楽園ね、極道パラダイス、作家の川田先生が書いた懲役太郎のポストカード、ツイッター DM やメールフォームのどちらかに住所とお名前ともにサブスク登録をしたという証明をスクリーンショットなどでね送ってくれた方に無償でお配りしますね。これは価値があると思いますよ。これは我々の自費で、自費です。3人の川端先生、俺太郎の野郎、そして懲役太郎様、あの3名がこのお金を出し合って、講談社のキャンペーン企画ではないんですよ。私たちこの作ってるものがなんかすごいよな、これそういうことなんで、なんとか皆さんこのフライデーデジタルでね無料で読める話数も多くありますんで、そっちを読んでください。この極パラはね面白いなと思っていただいた方、そして我々を応援してくださるという方は、ぜひともこのフライデーのサブスク登録にいただけますと非常に非常にありがたい。私のねコラムとかもありますんで、漫画だけじゃないと、私のねこの毎週毎週このコラムもあるから、そちらもね充実しているのでね、よろしくお願いします。最後にこの登録方法のね説明をフライデーデジタルで無料分の漫画を読んだ後にフライデーサブスクならもっとたくさん読めると、こうこの赤いところが出てますね、ここからとなって、これをクリックするとなんかあの ATM で詐欺のやつを誘導してるみたいでいけませんが、おざおざだし、これでじゃあ なんかすごい気が引ける、聞いてるかフライデー編集これすごい気が引けるんだ俺。なんかここにクリックして、うちのお父さんとかお母さんもやるんだぞこれ。本当に。みんな編集部のあの家族とかもやらせろよこれ。バカ野郎。ここをクリックする。そして、ここでのどの話数でも良い、いいので、公開中のエピソードをクリックします。この時、左下の新規登録から登録をしてしまうと、我々の1000人の登録の数としてカウントされない。これ私たちのファンでやっても違うことになっちゃうんで、これご注意いただき、開けるとありがたいですね。エピソードをクリックする、ここをクリック、これです。このような画面が出ます。そしてここのボタンをクリックすると、会員登録の画面が出ます。本当メールアドレスとかね、パスワードとか、これ大変です、面倒です。でもね、なんとかしてなんとかやってください。これね、我々のこのサブスクミッションという形でね、こんな理不尽な、なんかなんていうの、このなんかそういうなんかあるじゃないですか、年貢を納めても納めてもなんかマスが小さい、本当は一生入るのにこのメモリがなんかちっちゃく、あ、奥かなんかごまかされてるっていう悪代官みたいなの、そういう感じですよ。やってもやっても搾取されるという、もうこれは本当にね、長く連載を続けるために仕方ないですよ。もう皆さん本当によろしくお願いいたします。以上です。